こちらサルベージはスイーパーのサンプル1体を確保した。パイロのクルーを排除願う。こちらも手一杯だ。風はアマシャークに任せて速やかに脱出せよ。了解、スイーパーの安全を優先します。逃走しました。何だと？本当か？追跡して捕獲します。
これ以上手間をかけさせるな。せっかくの命を不意にしたいのか。入ってから何年経った？1年や2年じゃないこと分かってる。今は西暦2031年だ。お前たちスリーパーの眠りについてから32年が経過している。冗談だろ。お前らふざけてるんだ。そうなんだろ。お前ら一体何者なんだ。カイドウ・ユウジ、1983年生まれ、2000年にスリープ処置か。ウイルス性の感染症と聞きましたが。ああ、プロフェシー症候群といってな。気が違って意味不明のザレ事ばかり口走るので、別名、預言者病とも言っていた。しかし、地上にずっと放置されていた彼は、なぜ今さら。わからんな。これだけの犠牲を払ってまで
手に入れる価値のあるものとは思えませんが。気分はどうだ。こう見えても俺はお前と同世代の人間だ。少なくとも10代の頃はな。だがブルーが地上に現れてからは全人類が同じ恐怖を味わったんだ。ブルー、お前も見たあの虫けらだ。奴らは地球上のあらゆる文明を破壊して食らい尽くした。その結果人類は敗北した。ここはもうお前の知っている世界ではない。ブルーが地球を食い荒らした。空も海も昔と同じだった。なのに。中高だ。お前の眠ってる間に復旧した。もしかして宇宙へ行くのか。そうだ、セカンドアースと呼ばれる我々の前身基地へ行く。宇宙ステーションか。あれは他の医療施設から運び出されたスリーパーたちだ。お前のように目覚めてみたい。どうだ。おい、何を。俺だけじゃないんだ。出せ。なんだ。おい、どうした。Thank you.
2人じゃいつものコンビネーションが組めない。アーマーシュライクの操縦は俺、射撃はマリンが教えときゃ、いざという時助かるぜ。何もしないで死にたくないんだ。 泣き言は聞かないぞ。 望むところさ。 決まりだ。 奴らもじっとしてるわけじゃない。行くぞ。 Thank you.
このペースならあと2時間ほどで韓国沿岸に到着します。回収部隊との連絡は取れたか？残念ながら応答がありません。そうか。回収部隊も望み薄いかもな。ジョイ、そこで止めろ。アーマーシュライクでは無理だな。なんか聞くんじゃない。でもこの人もしかしたら怪獣をやっつけに来たのかなって。宇宙へ逃げていった連中がどんな奴らかお前は知らないんだ。ここへ何しに来た？哀れに感じて慰めにでも来たのか、それとも惨めな我々を嘲笑いにか。行動はするなと言ったはずだ。ここに生き残っている人たちに会った。宇宙へ行った連中はあの人たちに何をやったんだよ。なんであんな目で見られなきゃならないんだ。ブルーに制圧された地上から宇宙への一時避難が決定された時、全ての人類が選別にかけられた。優秀な頭脳を持つ者や兵士としての適性に優れている者優先的に選ばれていった。彼らは生き残るだけの価値を認められず見捨てられた人間だ。おい、マジな顔でよくもそんなことが言えるな。今お前の知っている時代とは違う。人類とブルー、二つの種が互いの存亡をかけて死に物狂いで戦っている。戦えない者に生き残る資格はない。冗談じゃないぜ。俺はお前らセカンドアースの人間とは違う。お前らの許可がなくたって好きに行動する。生きる資格か。
お兄ちゃん、あの人たちとどっか違う。マリーンたちのことか。俺はこの時代の人間じゃないからかもな。え？訳のわかんない病気にかかって長い間眠ってたんだ。ユンが生まれるずっと前からな。未来になれば病気も治るってそう信じてさ。ユンもずっと眠っていられたらいいのに。眠ってれば怪獣も怖くないでしょ。大丈夫だよ。もし怪獣が襲ってきたら俺がやっつけてやる。本当？ああ、本当さ。どうせ何もしてやれないくせに嘘つきめ。ここは危険です。ブルーがいつ上陸するかもしれません。その通りだが、こっから最短のシャトル発射場はロシアのバイコヌール基地しかない。問題はそこが5000キロ以上先にあるということだ。我々がバイコヌールに到着する頃には回収部隊はセカンドアースに帰還していますよ。とにかく行くしかない。スリーパーをセカンドアースへ送り届けるのが我々の任務である以上はな。あの人たちを見捨てるつもりか。調子に乗るな。自分に何ができるのか考えてから物を言え。マリンの言う通りだ。あの島にはいずれブルーが集結する。我々だけではどうすることもできん。それならせめてあの子だけでも。自分が選んだ人間だけを助けるつもりか。情けないやつ。
りしろ。私たち二人だけになった。それでも私は任務遂行のためにお前をバイコヌール基地まで連れて行く。いいな？いつまで意地を張っている？ソウルでのことが気に入らないのならはっきり言えばいい。お前なんでそんなに強くしていられるんだ？ジョイもロバートもユンもみんな死んじまった。なのに誰も助けることができなかったんだぞ。お前は自分の仲間が目の前であんな死に方をしても何とも思わないのかよ。え？あんなことはこの地球のどこかで毎日起こっていることだ。てめえ、それでも人間かよ。ああ、人間だ。いい加減にしろ。お前の主張する正義やヒューマニズムは今では何の意味もない。力のないものは生きて残れないという現実があるだけだ。だから弱けりゃ死んでも当たり前だって、そんな連中は見捨てるって。ふざけんな。お前みたいなやつしかいないような宇宙へ行くぐらいならこの地上でくたばった方がマシだぜ。それなら今すぐここで殺してやろうか。スリーパーは発病し死亡、そう報告すれば済むことだからな。
て、ブルーがここに。少し休め。俺、どうしたんだ。ユージ。なんだよ。文明の鎧を剥がされた今の人類はあまりに無力だ。とても他人に同情を寄せている余裕はない。だから自分一人を生かすことだけを考えろ。ブルーへの憎しみを生きることへの執念に。ちょっと違うかもしれないけど、俺も病気にかかって、なんていうか、死ぬ前にちょっとでもかっこいいとこ見せて、自分の人生にどんなちっぽけでも意味があったって思いたかったのかもしれない。でも死ぬための意味を探すなんて辛いし疲れるよな。大丈夫か？危うく一緒に落ちるところだったぞ。これからは私のことなんかに構うな。俺はここで生きるってことがどういうことかよく分かってない。だから何が正しいとか
間違っているかはわからない。とにかく今俺は俺自身の意思で生きてるんだ。さあ早く行こうぜ。グズグズしてたら見捨てられちゃうんだろ俺たち。掃除機と同じだからな。バグですか？そう、バグだ。何らかの原因でオートバトルの AI に異常が発生し、ブルーも人間も区別がつかなくなっているんだ。奴らシャトル基地の中枢部を占拠して周辺施設に作っているブルーと戦い続けていたらしい。しかし作戦実行間際になって戦力が増強できて何よりだ。しかもスリーパーの土産付きとはな。宇宙セカンドアースか。そこに行って俺はどうなっちまうんだろう。ユージ何をしている？ちょっと寝つかれなくて。明日はきつくない。体を休めておけ。作戦のミーティングは終わったのかい？俺にも分かるように説明してくれないかな。まず先発隊が施設に隠れているブルーを送り出す。それに反応したオートバトンが戦闘に集中している間に本体が基地に侵入しシステムのデバッキングを行う。それで解決だ。解決って、そんなにうまくいくのかい？うまくいこうがいくまいが命令があればやる。それが軍人だ。効き目があるのかもしれないぜ。俺はマリーンに助けられてこうして
ったらお前が持っていた方がいい。私なら大丈夫だ。ユシ、マリン、死ぬなよ。絶対に。ディコイはネストのフローをいぶり出す。ディコイツはアタッカーを警戒しつつ後方で3ポイントに当たってくれ。ディコイツ了解。デコイ1、まもなく第4兵舎に到達。攻撃を開始します。Thank you.
えてカウントダウンだ。待ってかよ、先発隊はどうするんだ。諦めろ。なんだって。指定の大型ブルーがここへ到達する前に発進しなくてはならんのだ。残念だがやむを得ん。ビー、どうした。今シャトルの発射を優先させるのは危険です。ブルーに対する防衛ラインを確保してからの方が安全だと思いますが。そんな優秀なことを言ってる場合か。早く準備するんだ。どこへ行く。ブルーをやっつけに行くんだ。なんだと。俺が地中のブルーを仕留めたら先発隊が戻るまで待っててくれるか。バカを言うな。第一お前はスリーパーだ。いくら実戦経験があっても貴重なサンプルを傷つけでもしたら私の責任問題になる。助けたい気持ちはわかるが、軍人が作戦で命を落とすことは覚悟の上だ。分かったらおとなしくしていこう小僧。何がわかるんだよ。へえ、おっさん。俺はあんたなんかの手柄のためにセカンドアースに行くんじゃない。俺とこれまで一緒に戦ってきたマリーンのために行くんだ。スリーパー、トレーラーにアーマーシュライクが一機積んである。扱えるか。よし、今度はお前の番だ。5分以内に型をつけてこい。はん、貴様、命令違反は重罪だぞ。理不尽な命令も重罪だと思いますがね。今優先すべきことはシャトルにできるだけブルーを近づけさせないことです。先発隊が戻ってくればそれだけ安全にシャトルが発進させられます。セカンドアースに帰ったら軍法会議だ。生きて帰れればね。行かせるか。まさか、くらえ。
チまた助けられちまったな。言ったはずだ、何があってもお前を宇宙に連れていくと。よくやった小僧、宇宙に着いたら一杯おごってやるぞ。セカンドアースに帰還してから2ヶ月が過ぎた。私にはその間
何をするにも常に監視の目がついている。なぜなら私はスリーパーである友人を戦闘に参加させ負傷を負わせたからだ。あれ以来友人とは会っていない。いや、会うことはできなかった。私は軍法会議にかけられ行動を厳しく制限された。そして地球での戦績を証明するため再訓練まで義務付けられた。しかしブルートの戦闘を想定したシミュレーションでの結果は私から特例パイロットの資格を奪うには十分すぎるものだった。地獄のような地上を生き延びたというのに、ユージは今どこで何をしているのだろう。彼ともう一度話してみたい。死後60日以上が経っても細胞の分解は始まっていない。相変わらず融合したままのようだ。から移送されたスリーパーがただいま到着しました。例の自ら覚醒したというサンプルのやつだな。すぐにアーマーシュライク用のデータを取る。調整ルームへ入れろ。了解しました。私の期待を裏切らないでくれよスリーパー。手首を噛み切って自殺を図ろうとしたスリーパーを収容しました。
部屋の中をご覧になりますか。うん。何が言いたいのかね、宮城君。君の提案するスリーパー部隊の新戦力についての話ではなかったのかね。攻撃されるほど武装進化を繰り返す奴らを相手に今さら何ができるというんだ。やはり機動兵力などに頼るのではなかった。残された手段は局地的核攻撃しかない。皆さんの心配はごもっともです。しかしプロフェシー症候群に侵されたスリーパーだからこそこの戦況は一変するのです。スリーパー専用に開発されたメガプレイトはパイロットの闘争意識とシンクロして戦闘パターンを自己開発できるよう設計されています。つまり彼らを蝕んでいるウイルスを活性化させ敵に対しての反射神経をさらに鋭敏に引き上げるのです。それが戦場においてどう有効なのかさっぱりわからんのだがな。彼らは接近するブルーを知覚し攻撃パターンを予測する。いわば人間の頭脳とマシンのボディを合わせ持つバイオウェポンです。南米のネスト攻略に参加するスリーパー部隊がそれを証明するはずです。我々は暗く冷たい宇宙に追いやられた屈辱と試練の日々を忘れてはならない。今も地上であふれ返っているあの汚らわしい者どもは地獄より這い出てきた悪魔の化身であろうか。それとも我々人類に下された最後の審判なのか。いや違う、奴らは醜く愚かなただの虫けらである。この戦いで我々こそがあの青い星の正当な所有者であることを奴らに思い知らせてやらなければならない。続いてアルファ2発進。了解。選ばれし最強の兵士諸軍、栄光は君たちと共にある。
て。こちら石膏製のリック・ファーガス、誰か応答してくれ。リックだ、聞こえるか。マリーン・エンジェルだ。強烈な生体磁気で通信不能だったんだが、そちら大丈夫か。ブルーの産卵場に爆弾を仕掛けた。一足先に表で待ってるぜ。をつけたアーマーシュライクを見たか。そんなタイプがあるのかい。知らないのか。どっかのバカが見え張ってチューンアップしたんだろうよ。それよりどう、恋が空いてるかな。違う。あれは普通の兵士の戦い方じゃなかった。崩壊したネストから脱出した少数のブルーがジャングルに逃げ込んでいる。各隊はこれを速やかに排除せよ。静かな。まるで全てが沈黙してしまったかのようだ。どこか。私は味方だ。味方だ。お前たちだけか。他に人間はいるのか。そうか。しまった。ユージなんだろう。私を忘れたのか。
いんだ。マリン。そうだ、答えてくれ、ユージ。ユージ。まもなく着陸地点で、各パイロットはアーマーフライクを紫外線用の迷彩にモードチェンジせよ。なぜそんなに狂ったように戦うんだ。思い出せ。
私と一緒にこの地上を生き抜いたことを。敵だ、ブルーも人間も。これ以上手間をかけさせるな。せっかくの命を不意にしたいのか。だったらお前が持っていた方がいい。ブチ行くな。戻ってくれ、ユージ。
ユージ、私がわかるか。マリンだ。ユージ、しっかりしろ。ユージ。逃走本能を刺激するためのプロフェシーウイルスが逆にあだとなってパイロットを精神崩壊させてしまったとはな。所詮我々は母親に見捨てられた子供だったというわけか。Thank you.